まあ、何がバナナ男。はい、こんにちは。じゃあ今日はですね、ライジン41紹介動画撮らせてもらったんで、はい、答え合わせ&感想ということで、なるほど、やらせていただきます。素晴らしい大会でした。面白かったですね。面白かったね、はい、セコンドで中村慶太郎のセコンドで行かせてもらったんですけど、はい、KO1 本が多かったんで、うん、おお、はいはいはいっつって、あちょっと帰りの新幹線終電間に合うか心配してたんだけど余裕で間に合うっていう、ね、6時半ぐらいに終わってましたよね、大会して、はい、そんな大会でした。はい、なみんな何勝何敗ですか。僕が5問正解、3問不正解。アキラは4つしかあってない。僕も5問正解です。僕も4個正解で5個外してますね。だから半分くらいしか合ってないってことね。みんな鳴らしてもまあ半分くらい外してですね。で、俺あの感じたんだけど、この勝敗予想してるじゃん、はい、あの選手からの圧を感じたね。え、マジですか。本当ですか。感じた、完全に感じた。裏でってことですか。現場でってことですね。現場で感じた。俺のことし、お前舐めんなよ、ああそうそう、舐めんなよ的なのを感じた。なるほど、うん、自分がやられてるときは、自分が勝敗予想で逆つけられたときは、まあ、見とけよと思ってたし、そうそう、いや別につけてくれたら分かってるねとしか思ってなかったから、はい、はい、自分がそんなになんかマイナスなイメージなかったから、それで嫌いになるとかないってことですね。ない、見とけよと思ってたけど、なので気にせずやり続けますということで、はい、はい、ちょっと一応現地でね、見てたんで1試合ずつ振り返っていきたいと思います、はいはい、まず 一番初めに中村優作対名門マメドフ。これは衝撃だったな。秒殺、これね、秒殺マメドフが控え室で、はい、とんでもない体してて、ちゅう体してんだよって言ってて、あんな体になりたいなーなんて言ってたんだけど、まさかあんな早期決着がつくとは。20秒ぐらいだよね。20秒経たないぐらいだよね。最短 KO でしたっけ。ほんと、はい、で、ストレートから返しのフック、フックというかね、アッパーとスマッシュだね。返し、うん、めちゃくちゃシャープ で、まあ、すごく手打ちっぽく見えるんだけど、めちゃくちゃシャープで、まあ、あんな体してるから手打ちだろうがなんだろうが、あんな打てないよね、なかなか。すごい、多分組んで勝負できる選手だと思うから、あれ打てるのすげえなと思って。中村選手もね、思い切って勇気持って飛び込んだと思うんだけど、やっぱやられ、中村選手やられるときは結構派手に倒れることが多いですよね、うん、あの中村選手はもう年齢を重ねてるんだから、はい、やっぱりね、反射とかも落ちてきてると思うんで、はい、スタイルチェンジをね、ぜひ一回測ってほしいですね。まあ、なるほど。はい、素早い踏み込みを生かしたタックル、まあ、堀口選手がそうチェンジしたように、また復活を楽しみにしています。続きまして、宇佐美翔パトリック選手対キム・ギョンプ選手。こちらはキム・ギョンプ選手が、リアネイキッドチョーク、うん、これはね、キム・ギョンプ選手が、まあ、また控え室の話なんですけど、はい、強そうなのよ。アップの時から、いや、あのね、はい、バスとかで見たんだけど、それより前の段階で絶対強いやつじゃんと思ってて、立ち振るのね、すれ違ったんですけど、はい、これ絶対強いでしょっていう感じはありましたね。久しぶりにエンディからの声も入ってきましたけど、いや本当にもう見たら分かる強いやつやんと思って、ちょっと嫌な予感はしてた、正直言って。こんなに強そうな人だと思ってなかったから。で、まあ、ローに合わせてキム選手が、まあ、パトリック選手をテイクダウンして、はい、でテイクダウンされちゃった、ここからどうなんだろうと思ったら、パトリック選手がね、多分ね、これ見たのが、はい、見て思ったのが、あ、思ったより寝技強いんだと思ったの。あー、なるほど。下から仕掛けたりしてましたね。下からの仕掛けも結構早くて、はいはい、あの三角のアプローチとかすごい早かったし、多分スパーリングしたら多分結構寝技も強いんだなっていうのを感じたんで、はい、でだけど、はい、それと MMA の組み立ては別で、なるほど、あそこはもっと徹底して立ちに行くべきだったんじゃないかなと思って、で、まあ多分途中のパウンドで効かされちゃって動けなくなっちゃったと思うんだけど、はい、やっぱりその寝技が強いっていうことを、寝技をやらないってことに生かしてほしかったなと思って。あー、なるほど。まあ結果論ですけど、そうすることでストライキングが生きてくるんじゃないかなと、早く立って
もう一回ストライキングで勝負して立てるっていうことがね、そのグラップリングをやってる意味になると思うんで、なるほど、うん、インタビューとか次戦は一本取れるようにみたいな感じでもう見たんだけど、っていうよりはまあそういう風に寝技をやらないってことで寝技の強さを発揮してほしいなと、まあ、個人的には思いました。はい、続きまして、金太郎対石塚浩一。はい、はい、この試合は石塚選手がしてやったりなのかなと思いました、はい、作戦勝ちなのかなと思って、あれ作戦なのかどうかわからないけど、はい、1ラウンド目からなんで寝技強いのになんで組みに行かないんだよ、なんで組みに行かないんだよってずっと思ってたの。ずっと打撃の攻防でした、うん、ずっと打撃の攻防で、まあ、少しこうヒット数で金太郎選手を上回るかな、はい、このまま判定いったらどうするのかなっていうふうに思ってたんだけど、まあ、3ラウンド目に急に組むっていうね、はい、確かにあれやられるとちょっと 今最後ね、そうそう、おいみたいな、打撃でやんじゃねえのかよ、打撃じゃねえのみたいな、まあ、作戦勝ちかなと思ったね。で、石塚選手、本当寝技めっちゃ強いから、あの展開になるとやっぱ厳しいだろうなと思ってたんだけど、それをこう序盤には隠しておいて、まあ、出した石塚選手の作戦勝ちかなと思いました。何表現したんですか。はい、あ、すっごいバナナの量です。バナナの何これ。バナナクラブを作りまして、バナナクラブ、はい、いや、喋らせない。はい、次行きましょう。はい、続きまして、カイル・アグオン対萩原恭平。これはすごかったですよね。すごかったですね。 MMA っていう感じのすごかった。お互いの良さも出て、萩原選手は相当組み技積んできたなっていうのをめちゃめちゃ感じたね。はい、早くなったじゃん、組み技の対応が。あの、体のスピードも速かったし、体も強くなってたし、あのカイル相手にダウン取ってあわや KO まで持ってったのは本当にすごいと思う、はい、が、はい、再三バックを取られていたことは、あ、そうですね、まあ、そうですね、なぜ小手を巻かないのかなっていうのを本当に聞いてみたいな。セコンドも言ってましたけどね、小手負け、あ、そうなんだっていう聞こえましたけど、左手負けとかっていう癖なのかな。あとは柔術やめてレスリング、うん、したっていうのか、なんか聞いたんですけど。あ、なるほど。はい、あ。で、なんかどこかの大学のレスリング部で、うん、今その柔術でやめて、うん、そっちにシフトして今回やっていったっていう、うん。それがなんかまた変わったんですかね。本当によく練習してるのも分かるし、それで普通じゃあ組み技の方を強化すると打撃の部分落ちたりとかするもんなんだけど、はい、打撃の部分は全然。そうですね。磨かれた感じするよね、はい、殺傷能力増えたっていう、ね、三日月とかなんか新しい武器も増えてたように見えましたね、うん、ああいうやつだとカーフキック、あ、喧嘩やつだと三日月なんじゃない、で、一番すごいなと思ったのが、このカイル相手に組まれたくないじゃん、はい、だから序盤カーンってなった時に、まあ少しこう組まれたくないような打撃やるかと思ったら、オラって言ったら、いきなり縮めました、そういきなりあの自分の前にしたから、はい、すげえなと思って、この勝負度胸すごいあるなと思って、まあ、ただなぜ小手が巻かないのかなっていうのだけは本当に疑問ではあったんだけど、何か作戦でこうバックで削るっていうのがもしかしたらあったのかもしれないけど、はい、逆に疲れさせるみたいなね、やっぱ序盤危なかったのは危なかったから、そうですね、1ラウンド目とかは、うん、あれで小手巻いてバーン持ち上げてたら最強になっちゃうから、確かにそうですね。フェザー級戦線も楽しいですね。まあ申し訳ないんだけど、萩原選手はその組み合わせできなかったじゃん、はい、できなかった選手がこうやってこの舞台に上がって出てきたパターン、あのできるようになってたパターンって本当にごく稀だと思う、はい、でだから本当に豊富な練習と真面目にやってるんだなって、はい、真面目に課題に取り組んでるんだなっていうのを本当に感じました。試合を見て感動しました。はい、はい、ありがとうございます。では続きまして、新龍誠対北方大地。これは新龍強すぎ問題だね。マジ強いっすね。マジ強い。展開がほんと早いし、はい、スクランブルになった時に必ず競り勝つし、強すぎ問題だね。北方選手も多分打ち合いに勝機を見出して、回転すげえ速いパチ出して一瞬湧いたんだけど、はい、それ以降何もさせてもらえなくて、ほんと新龍強すぎ問題。強いっすね。ただそのマイクの言葉のチョイスだけはもうちょっともうちょっと待って、堀口選手とジョン・ダトソンにね、はい、
宣戦布告できる若者が出てきたっていうのは本当にすごいよね。堀内選手強いけどとかじゃないんだから、はい、まあ楽しみみたいな。そうですね、タイトルがこう新設されて絡むような感じですよね、うん、きっと。まあでも全然まだレベル違うと思います。それは言っておきますけど、はい、別に僕はファンじゃないですよ、堀内選手はファンではない敵なんだけど、敵で大嫌いなんだけどレベルはまだ全然違うと思う。でもそういう風に言える気持ちと強くなり方を見たら将来性は、はい、将来どうなるか分かんないなって本当に思わせる選手でした。はい、はい、ありがとうございます。続きましてストラッサー喜一対中村圭太郎。この試合はね、リプションセコンドで入ってたんですね。食べますね。ありがとうございました。ありがとうございました。どうしちゃった？エンディも邪魔するし、俊介も邪魔するし、ダメよ。そうね、この試合はあのセコンドに使わせてもらったんですけど、まあこれも問題ですね。圭太郎強すぎ問題。すごかったっすね、はい、ブランク感じた。でも正直、あ、本当ですか。ブランクあった、でも関係ないぐらい強い本当は圭太郎の組み技はめちゃくちゃ強いんですけど、ああいう打撃も破壊力抜群で、はい、本当にパンチが重たいんだよね。ディフェンスもうまいし、マイクもうまかったのね試合前の煽りからマイクまで、そうですね、全部で圭太郎劇場ね、他にはいない唯一無二の選手だっていうのをね見せつけたかなと、まあ、またこうなってくるとね、阿部選手に勝った鈴木選手とかとの差を見せつけてほしい。おお、なるほど、うん、見たいねっていうよりは、はい、圭太郎の強さを見せつけて圭太郎ワールドを見せつけてほしい。はい、ありがとうございます。では続きまして、ウガール・ケラモフ対堀江義則。ケラモフ強すぎもんね、強かった。ケラモフでかすぎじゃね堀江選手だって一回り二回りぐらい大きかったですよね。ほら、虎鉄なんてさ、ほら戦前フィジカルで勝るんじゃないかっていう予想してたでしょ。はい、まあ堀江選手も結構、うん、そうだよ、でかい方ですよ、大きい、まあ、でかいっていうよりまあ体が強いっていうタイプ、そう、強さみたいのは日本人の中ではあるなっていう印象だったんですけど、ケラモフと対峙するとあんなに違うっていう。ケラモフ強すぎ問題。ケラモフ何が強いって、まあ、体格、パワーもそうなんだけど、打撃と組み技は常にこうミックスしてて、組み際に殴ったり殴り際に組んだり、はい、常にミックスされてる。でそれに対して堀江選手は、まあ、パンチ一辺倒で、で組み手を作るのも遅く感じたかな。で、まあ、右手に爆弾を持ってるから堀江選手は、まあ、その右の爆弾を当てようとしちゃって、まあ、そうなると先に組まれちゃう、先に打たれちゃうっていうことになっちゃうから、まあ、そういう展開だったなと思った。あの前線のウルカ選手との試合で堀江選手の手数が結構一発狙いだなって感じてたから、今回ギャップ選手の入れたんだけど、はい、前は結構ねボディとか散らしてたと思うんだけど、少し右狙いになっちゃって、うん、パワーが多分ついてるから、はい、それに自信持って多分当てたら倒せる、そうそうそう、風に見えました。はい、ありがとうございます、はい、では最後メインイベント、コウジ対芦澤流星。この2人のワールドすごかったね。すごかったですすごかった。入場から試合前から、まあ、結果的に芦澤流星の日になったということで、ね、はい、3番まで全部歌ったんそう、ちょっと新幹線があれだったからちょっと先に出させてもらったんだけどフルコーラス3番まで歌ったっていうのを聞いて、で試合は俊介が予想した通りだったね。そうです、まあ、勝敗予想では浩二選手って言ったんですけど、芦澤選手が勝つならって言ってた展開そのままだったと言いたいです。芦澤選手本当に勝ちに徹底したというか、うん、そうなんだよね。それがすごい意外でさ、もううわーって殴り合ったら浩二選手が有利かなと思ったんだけど、ね、本当に芦澤選手機動力を武器にパンチとね、パンチスタイルになってる浩二選手に膝合わせるっていう、はい、すごいロジカルな戦いでしたね。そうですね、はい、熱くなっちゃうのかなと思ったんですけど、ね、最後まで
作戦を徹底しているように見えました、うん。ということでね、本当面白い試合連発、つえーっていう試合連発のライジン41、まあ、今年の開幕戦でしたけど、はいはい、からまたね、今年もライジン楽しみですね。はい、はいはい、以上でライジン41感想ですでした。はい、はい、面白かったらグッドボタン、コメントの方よろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。熱が出た、お腹痛い、痛い、怪我した、ボキって言った。さまざまな症状に親身になって診療いたします。お気軽にお問い合わせください。武蔵村山斉藤クリニック。男、チャンネル登録よろしくね。グッドボタンもよろしく。